の溝に沿って線を描いていきます。こうすることでメリハリができて全体が引き締まったように見えます。でも話してから最初は気にしなくていいです。こういうところで作っていきます。黒い子にプロです。うん、そうですね。かなりはっきりとした線が。そうですね、はっきりしますね。遠藤の他に消しゴムを使うのもテクニック。左は普通に組み立てたカンプラ、右が今回のテクニックを使って組み立てたカンプラ。ちょっとしたテクニックを加えるだけでこんなにかっこいいガンプラを組み立てることができるんです。